DeNA、ハマスタ、悪夢の7連敗。横浜が阪神に3対7で敗戦。首位阪神に連敗を喫し、貯金が1となって4月13日以来の貯金消滅危機に立たされた。打線は青柳の前に6回で3得点、3回5失点で KO された先発大貫の乱調が痛かった。横浜スタジアムでは7月15日の広島戦から7連敗を喫し、首位阪神と今季最大の8ゲーム差、2位広島とは 6.5 ゲーム差に拡大。ゲーム差なしの4位巨人が敗れ、B クラス転落は免れた。何の盛り上がりもなく終わってくさ。マジでやじられる内容でしかないな。ハマスタ7連敗。最悪のシーズンだったな。 DeNA になってからワースト。通格もなくなってきたな。悔しくもなんともないし。貯金なくなりそうだな。貯金1くさ。さすがに貯金17 vs 貯金1は極めて厳しいよな。8ゲーム差か。終わったな。もう CS 争いですな。8ゲームだろ。巨人との熱い譲り合いにかと。巨人のおかげで何とか A クラスにいるだけやな。スタメンの組み方から甲斐またぎから何がしてえんだよ。中継の序列もバラバラ。代打の序列もバラバラ。なんで今日一度もアウトになってない強打に代打出してんだよくさ。この状態でスタメンがベテランの複数年ばっかりってやばくね。三浦監督のインタビュー大抜きにブチギレくさ。三浦監督なんか怒ってるや関根に帰れって言われちゃうよ。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。